皆さんどうもこんにちは、山竹です。今回なんですけど、先ほどですね、中堅校になってから初めてのスカウトを終えたんですけど、むちゃくちゃ面白いスカウトができました。まあ面白いというかね、すごいいいスカウトできたなと思いますので、こちらをですね、皆様にお届けしたいなと思ってですね、オープニングの映像を後撮りしている状況でございます。ということでね、まあ早速ですが、皆様に面白かったスカウトをお届けしたいと思います。さあ、じゃあスカウトやっていきましょう。さあ、中堅に下がってしまいましたが、行ける高校は増えているということで、初めてね、僕この北海道地区をね、飛び出してスカウトしに行くことができます。これは嬉しいですね。じゃあせっかくなんで、ピッチャーの多い地域とか行ってみるか。青森県とか行ってみる。行きましょう。ほい。おー、伊藤選手、稲本選手強いな。勝ち運の選手もいいけど、稲本選手強いよ。あー、将来性感じる清水選手も結構いいじゃないこれ。どっち行きたいこれ。僕、稲本選手も行きたいけど、ちょっと将来性感じる清水選手行ってみたいな。変化球強くて130キロ出るんで。こっちにします。県ベスト4。こっちの方が多分入ってくれる確率も高いと思うんだよな。よし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 、良好。オッケー。よし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 。これはね、ちょっと楽しみですね。はい。ということで、二人目のスカウト行きたいと思います。さあ、次どこ行こうか。今、ピッチャースカウトしたから、次、野手を1位行きたいね。あ、山形いいじゃん。一芸とか。あと、守備重視もいいね。あ、福島先行こうかな。ここどっちも見たいね。ということで、福島県行きます。ほい。おー、強い選手いるね。うわー、これでもまた将来性行きたいな。多分ね、全国出てる選手結構厳しいと思うんだよね。本当は田代選手行きたい。これかなり基礎能力高いんで、めちゃめちゃ強いと思うんですけど。いや、まあ全国出場の選手、声かけてみるか。行ってみよう。さあ、田代選手。お、やった、良好だ。これはちょっと楽しみですね。ということで、3人目のスカウト、行きたいと思います。これね、マジで、1回見に行った地域、炭になってんのすげえありがたい。さあ、ということで、山形県行きましょう。もう一人、安取りたい。おい、おー、強い。待って、強くないこの地域。強いな、全体的に。待って、西川選手めっちゃ良くない？地区大会、将来性感じるでさ、ミート振り切ってて、なんか、他の能力も全体的に高いよ。これ、さすがに西川選手行きたいよね。行きましょう。さあ、結果は、よーし、これなかなかいいスカウトできてると思う、今回。さあ、そして、5人目のスカウト行っちゃいましょう。5人目じゃないな、4人目だな。さあ、まだ行ってない地域行こうか、せっかくなんで。もう一人、じゃあ、投手育成盛んな地域見てみる？ピッチャー多めな地域で言うと、宮城県か。よし、宮城県行きましょう。ほい。おー、来た来た来た、天聖選手！戦績不明だよ。他にもそんな強い選手がいるわけでも、まあ、この三浦選手が強いけどね。強いけど、馬場選手来たよ、馬場選手。これちょっと行きますね、天聖選手。はい、頼む、頼む、頼む。さあ、スカウト結果？よーし！これはちょっと楽しみだな。はい、ということで、今回ですね、4人スカウトしてみました。いや、ちょっとめちゃくちゃ楽しみなんだけど。入学式やってまいりました。今回ね、初めて北海道以外の地域にスカウトすることができて、まあ、いろんな地域見ていったんですけど、ついにですね、天聖選手のスカウトに成功してしまったということで、まあ、初めての天聖スカウト選手見ていきたいと思います。ということで、入学式行きましょう。さあ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 、新入部員9人ということで、けど僕史上結構な人数で入ってきました。でね、本当は僕、強豪だったんですけど、黒土になったんですけど、残念ながらですね、あの、夏の大会甲子園初戦負けたら、一気に中堅校まで下がってしまいましたということで、まあ、ちょっとね、残念な感じはあるんですけど、しっかりといろんな地域でスカウトしていきましたので、見ていきたいと思います。さあ、行きましょう。ほい。さあ、来ました。今回ですね、スカウト4人成功しました。これね、全部結構強かったんですよ。将来性感じる選手2人、3人か。あ、違う、2人。で、田代選手が普通に強い選手だった。で、このね、一番上にいる馬場選手が、なんとですね、天聖選手だったというところで、見ていきたいと思います。ほい！おー、星184。ちょっと待って。赤得多すぎじゃない？そうなんだ。はい。これ、天聖プロですね。ジャイアンツの馬場康介選手っぽいですね、これは。はい。いやー、なるほどね。赤得多すぎじゃない？マジか。これきつくない？キレ丸は強い。まあ、調子極端もね、テンション管理できればすごい強いんですけど、対ピンチ F だし、4球抜け球対ランナー、相当苦しいな、これ。そうなんだ。あ、でも弾道2なんだね。バッティングもいいピッチャーか。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。
はい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 。そうなんだね。なんかすげえ強いんだけど、ちょっと使いにくさはあるよね、これ。あれだね、この間山内選手、転生 OB 入ってきたんですけど、山内選手と変化球のこの感じが一緒なんですよ。3球種5。で、球速も同じぐらいで、スタコンも同じぐらいなんですけど、とにかく赤徳が多いですね。あ、赤徳が多くて星が伸びないみたいな、そんな感じの選手ですかね。まあ、今回ね、プロ野球選手僕4人誕生しましたんで、野球選手が頑張って、馬場選手の赤徳消してくれれば嬉しいんですけど、今回のね、パワープロ2024カラーですね、この上側の、対ピンチ F とか E になったりするじゃないですか。E をね、消してくれるようになったんですよ。なので、おかげさまで、いろんな選手の E がね、存在してしまっている状況ということで、まあ、残念ながらない。前より赤徳が消えにくくなってます。はい。まあ、なので、結構この4玉抜け玉対ランナー難しいっすね。あ、てかあれだね、抜け玉っていう特殊能力、多分パワープロ2024から新しく出た特殊能力なんじゃない？これはね、ちょっといいですね。楽しみです。はい。楽しみというかね、ちょっと自分で操作してみて、抜け玉がどんなものなのかちょっと試してみたいですね。はい。いやー、でも弾道も2位あるし、いいですね。はい。ちょっとまあ、赤徳だけなんとかしたいなっていう感じ。さあ、そして次、西川選手見ていきましょう。ほい。え、強いじゃん、強いじゃん。ムード×はいらないなー。エラーもついてるし。いやー、なるほどね。将来性感じる選手だったんで、どんな特殊能力ついてるか楽しみだったんですが、まあ、ムード×はちょっと良くないですね。はい。この選手はですね、あれなんですよ、ムード×って、他にムード丸の選手が2人いれば帳消しというか、全然関係なくなるんですよね。ムード丸の選手が多ければ、ミートパワープラス5になるんですよ。で、逆に、ムード×の選手のが多かったら、ミートパワーマイナス5になるんですよね。で、かつ、ムードの丸の選手と×の選手が同じ数いたら特殊能力打ち消し合うみたいな感じなんで、まあ一応ね、今、ムード丸の選手1人はいるんですけど、西川選手がこのね、ままベンチ入りしてしまうと、ムード丸の特殊能力打ち消してしまうみたいな感じなんで、ちょっとこれはきついですね。エラーよりもこのムード×なんとかしたい。はい。ただね、基礎能力はめちゃめちゃ高いですね。チャンス D、対左、盗塁、走塁 D。まあまあまあ、上側はそんな強くないですけど、基礎能力いいですね。ミートが62。これあれですよね。一芸特化地域で取ったミートの高かった選手じゃないですけど、まあ、期待通りの能力で入ってきてくれたんじゃないかなと思います。はい。次、清水投手行きましょう。ほい。97。わー、特殊能力が強いなー。パーム5。まあ、1球種5なんで、強いけど、さっきの、馬場選手よりは変化の経験点は少ないかなといった感じですね。で、スタコン低くて、球速は131キロと、ちょっと下振れたかなという感じですね。ただ、クロスファイア低め丸、ナチュラルシュートと特殊能力はむちゃくちゃ強いです。これはいいですね。嬉しい嬉しい。はい。ただ、あれですね、馬場選手にこの特殊能力ついてたら超強いなって感じ。まあ、ただ、馬場選手はもう能力ね、転生 OB で決まってるんで、転生プロか。決まってるんで、まあ、そうも言えないですけどね。はい。そして、ピッチャーは野手能力見るのも楽しい。はい。まあ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 、そんなに野手能力は強くないが、まあ、こんなもんですね。はい。まあまあまあ、この選手もね、そんなに弱くはないので、能力とか覚醒とかしたら相当強い選手になるんじゃないかなと思います。さあ、そして、田代選手、全国出場の選手、初めてこの高校で取ったんじゃないかなと思います。ほい！おい、195もあるよ。え、めっちゃ強いんだけど。チャンス A、盗塁 C、で、固め打ち、カット打ち、めちゃくちゃ強い。しかも、守備力強い選手だったんですけど、これめちゃくちゃ強いですね。これ結構あぶれたんじゃないかなと思います。ミート39もまっすぐ E になりますし、パワーも43と。で、なんと走力、肩、守備、補給、すべて D。走力すぐね、C にできるんで、セーフティーバントも狙っていけるし、めちゃくちゃいいですね、この選手。うわ、相当いいじゃないですか、この選手。はい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 。福島県で取った田代選手ですね。熱血感ということで、いいですね。パワーと肩上げやすいですからね、最初のうち。いやー、なかなかいい選手来たな。これ、キャッチャーがね、B とか C とか A とか、その辺まで上げることができたら、なおよしという感じですね。はい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 。じゃあ、野良で入ってきた選手、見ていきましょう。このね、太田選手がもしかしたら転生かもしれないんじゃないか説が、このね、サブポジがついているというところでね、あるかもしれないですね。さあ、まず小杉選手から見ていきましょう。ほい。え、待って、めっちゃ強い。ちょっと待って。転生 OB いたんだけど、ここにも。なるほど。これ、どの選手だ？小杉陽太選手、転生 OB、ちょっと調べてみよう。はい、ということで、ちょっと調べてきたんですが、小杉陽太選手は、ベイスターズの元
選手ですね。で、今もベイスターズのコーチをやっているという選手になってます。なるほどね。てか赤徳多いな今回ピッチャー、みんな全体的に対ピンチ F ランチョで他の特殊能力ないのきついな結構。で、野手能力もさっきの馬場選手の方が高いんで、なかなかちょっとこの小杉選手今回に限っては活躍の機会少ないかもしれないですね。基礎能力はね、まあそれなりに高いんですけど、まあどれもやっぱ馬場選手よりちょっと低いかなといった感じだし、青徳ないのはちょっとやっぱきついな。で、野手能力もね、馬場選手の方が高かったんですよね。いやー、なるほどね。これはちょっとね、今回に限っては、なかなか出番ないかもしれないです。ただね、全然ベンチで活躍、ベンチというか2番手で活躍できるかなと思うんで、まあいいんじゃないかなと思います。はい。では、ベイスターズのコーチの小杉選手でした。さあ次、大塚選手見ていきましょう。ほい。99。まあ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 、許せるぐらいではあるんじゃないかな。大塚選手。内安打丸。まあ、中堅校にしてはそれなりの選手入ってきたんじゃないかなと思います。肩さえ育てれば、まあ、内野手はいけるんじゃないかなといったところですね。はい。内安打もついてるしというところで、まあ、右投げできれば左打ちが良かったんですが、まあ、しょうがないかなといったところですね。さあ、次、日野選手見ていきましょう。まあ、打ち切っていうだけで確実に代打枠として僕は使いたいなと思うんですが、見ていきましょう。ほい。74。特殊能力なし。はい、もうこの選手は代打で。魔物を発動させていただくための選手になるかなと思います。打ち気だとね、もう必ずそういう活躍の機会があるんでね、いいですよね。さあ次、木村選手いきましょう。ほい。え、強いぞ。はい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 、いい選手来たね。これ野良の割には相当強いんじゃない。長野県出身ということで、まあ高校もね、中堅校になったということで、それなりに強い選手が入ってくるようになりましたね。いや、これはいいですね。レーザービームついてるっていうことは外野をやれってことなのかな、この選手。はい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 、いいですね。ミートパワー、走力、肩、守備、まあまあまあ全体的に悪くないですね。補給さえ上げればもうすぐにスタメン使えるような選手なんじゃないかなと思います。カット打ちついてると結構相手のスタミナ削れるんでね、かなり強いですよ。いや、いいじゃないですか、木村選手。さあ、そして太田選手見ていきましょう。この選手もね、なんかサブポジがついてるということで、もしかしたら転生選手かもっていう感じがします。見てみましょう。ほい。はい、ちょっと待って。なんかさ、赤徳多い選手多いな、転生プロ。はい、ということで、太田選手ですね。太田健吾選手。はい、こちらは、あれだよね、スワローズの選手だよね、太田健吾選手は。はい。確か、僕の記憶が正しければ、スワローズの選手なんですが、ちょっと一回調べてこようと思います。はい、ということで、軽く調べてきたんですが、やはりスワローズの選手ですね。太田健吾選手、背番号46の選手です。はい、川越工業出身ということなんですが、これもなかなか、まあ、基礎能力高いんで、今の僕のチームだったら必ずスタメンにはなるんですけど、三振とエラーしかついてない。ちょっと悲しいよね、この能力ね。はい。まあ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 、でも、いいんじゃないですか。今の僕のチームだったら全然使えるかなという感じはしますので、しっかりと使っていこうかなと思います。弾道2で入ってくれるのも嬉しいんだよね。まだ全然グランドレベルが育ってないんで、弾道をね、必ず1ヶ月で上げきれるかって言われると、そんなこともないんですよ、今。なので、弾道2で入ってくれるだけで相当嬉しい。あとね、サブポジがいっぱいついてるじゃないですか、この選手。めちゃくちゃ多いよね。なんで、結構ね、他のチームのね、状況に応じて別のポジションをちょっとね育てることもできるんで、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。いや、序盤だったらかなり太田選手使いやすいかなと思いますんで、しっかりと育てていきたいと思います。はい、ということで、スカウトした選手だったり野良の選手見ていきました。いかがでしたでしょうか。なんとですね、今回スカウトして手に入れた転生プロの馬場選手に加えて、転生 OB の小杉選手、そして転生プロの太田選手ですね、太田健吾選手入ってきてくれました。いや、僕史上ね、1学年に3人転生プロだったり転生 OB 入ってくるのは多分史上初なんですよね、僕の中で。かなりね、記念すべきスカウトになったんじゃないかなと思います。またですね、僕このパワープロ2024において初めて転生プロの選手スカウトしたということで、これね、なかなか楽しみなんじゃないかなと思いますんで、ここからもね、しっかりと育てていきたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今後もですね、栄冠9の動画だったりスカウトの動画だったりどんどん上げていこうと思っておりますので、よければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。またですね、今日撮った選手は今後もですね、生放送等で育成していくところもお見せしようと思いますので、よければこちらも見に来ていただければなと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。